国、キャメルバックスキー場に設置された人工降雪機。オーストラリア、コーサムスキー場において、人工降雪機とは、低温の大気中に水を噴霧することで、人工的に雪を作り、積雪を生じさせるための装置である。大きく分けて、圧縮空気の噴射で、3雪を行うガンタイプ、大型のファンを用いるファンタイプがある。 採氷による微小な氷結晶を雪として散布する装置は人工作り雪機と呼んで区別することもある。このほか屋内スキー場では高級水性高分子に水を含ませて凍らせたタイプの人工雪も用いられる。本校では主に狭い意味の人工降雪機を扱う。人工降雪は主にスキー場において天然雪の不足を補うために利用される。年現在、 日本の場合は国内にあるスキー場の約35%が人工降雪機を備えている。暖冬の粘土などにも一定の積雪を得られるほか、オープン期間を秋の終わりから春の初めまでに拡大することができる。また、気温は十分に低いものの降水量が少ない地域においてもスキー場を開設することができる。屋内スキー場は降雪機を用いて、 スロープを整備するものが多い。この場合、室内の気候を制御することによりどの季節でも作り行きが可能となる。この他の利用例としては、展示、体験用や、車両や、住宅の対抗試験用、科学研究用などがある。雪を作るには、温度が一定以下でなければならない。湿度が低い、乾いた空気の中では作り行き可能温度は高まる。ただし、 実地で基準として用いられるのは温度や湿度ではなく両者の効果を含んだ湿気温度である。カナダのキャンモアノルディックセンター州立公園でフル稼働中の降雪機。人工的な雪を1936年に初めて作成したのは中谷浮一郎である。中谷はチャンバー内に自然雪の基礎成長条件に近い環境を作り、少数個の雪結晶を成長させた。 この方法は、雪の結晶系の学術的研究を目的とするもので、商業利用はほとんど行われていない。1949年、米国もホークマウンテンスキー場において、初めて採標識の人工雪が使用された。これに触発されたアートハント、デイブリッチー、ウェイン・ピアースらは、このスキー場の所有者と協力して、塗装用のスプレーガンから空気と水を噴射する。 方式の降雪機を実用化した。ハントラは後にこの方式の特許を取った。米国のグロッシングアーズキャッツキルリゾートホテルは初めて人工降雪機を用いて通年のスキー場営業を行ったことで知られている。1960年代には現在使用されているタイプに近いスノーガンやスノーマシンが相次いで実用化された。日本においても人工雪の利用は古く、 1936年夏、両国国技館において天井から雪を降らせるイベントが企画され、このために氷を切削する装置が考案された。1953年には米国から輸入された人工作り雪機アイスシュリンガーにより、高楽園球場で冬季限定の人工雪スキー場が開設された。その数年後、や山スキー場や 六甲山人工スキー場をはじめとするスキー場にもアイスシュリンガーが導入された。1961年に人工降雪機を日本で初めて導入したのは軽井沢スキー場である。降雪機の利用は1970年代の初めから拡大し始め、近年は多くのスキー場が人工降雪に大きく依存している。 日本産の人工降雪機は1978年に柏山工業が開発したのが最初であり、同社は2016年現在でも日本国内におけるシェアのトップを占めている。冬季オリンピックに人工降雪機が採用されたのはレイクプラシッドが初である。日本ではオリンピック報道により人工降雪機の認知と普及が進んだ。 近年の人工降雪機は効率を向上させるための付加機構を備えている。かつては降雪機の性能はオペレーターの技術に左右されていたが、現在では精密なコンピュータ制御が人の手を補っており、最適条件の時の見つくり行きを行うことができるようになっている。氷点以上の気温でも使用可能な全天候型降雪機も開発されている。 大気条件が曲線より下であれば作り行きが可能。作り行きには一般に湿度が高いほどより低温であることが必要。降雪機の性能で重視されるのは水とエネルギーの消費効率を向上させることと大気環境的に作り行きが可能な時間帯を拡大することである。人工降雪システムの運転にはウォーターポンプが必須でガンタイプの場合には エアコンプレッサーも必要になる場合がある。これらの補助機器は大型かつ高額である。人工雪の作成に必要なエネルギーは、スティック型スノーガンで0.6から 0.7kWh マイリッポウメートル、スノーマシンで1から 2kWh マイリッポウメートルである。人工雪の密度は400から 500kg マイリッポウメートルであり、必要な水の量も、ほぼこれに等しい。 人工降雪システムの大元は川や貯水池などの給水源である。取水した水をポンプ室に設置された大型ポンプによって加圧し、パイプラインを通して山上まで送り、配管ネットワークによって積雪が必要なゲレンデに分配する。多くのスキー場では水が氷床となる割合を最大化するため水に核化剤を添加する。ポンプ室健康プレッサー室。 吸気が必要なタイプの降雪システムでは、給水配管に加えて、加圧空気を送るための配管も埋設される。加圧には、専用の建物に設置された中大型車サイズの工業用エアコンプレッサーが用いられる場合もあるし、トレーラーで運搬するディーゼルエンジン式コンプレッサーが組み込まれる場合もある。ファン式、スノーマシンの多くは、モーター式コンプレッサーを搭載しているため安価。 かつコンパクトな運用が可能である。作り行きに必要な高出力、ウォーターポンプ設備を備えたスキー場はあっても、エアーポンプを初めから備えていることは、まずない。専用のエアーポンプ室を建造するよりコンプレッサーを搭載したスノーマシンを用いる方が安価で簡便である。空気を加圧すると温度が上昇するため、コンプレッサーの下流で冷却、除湿を行うのが一般的である。 取水温度が高い場合、水もパイプラインの途中で冷却する。空気や水を冷却すれば、水滴を凍らせるために奪わなければならない熱が減少するので作り雪性能が向上する。配管系の図。ゲレンデに沿って付設されたパイプラインの各所にシェルターを埋設し、その中に吸水性や吸気栓、電源ボックス、軽装端子などを設置する。スノーマシン用のシェルターに、 吸気扇は不要だが、スノーガン用やハイブリッド式のシェルターには、すべての供給扇が備えられている。シェルター間隔は、スノーマシン用で80から90メートル、スティック式、スノーガン用では30から45メートルである。吸水扇から、降雪機までの水の供給には1プラス12から2インチ系の、消防ホースに似た耐圧ホースが用いられる。ファン式降雪機の背面。 強力なファンが見えている。オーストリアのムルタラグレッチャー。人工降雪機にはいくつかの種類があるが、雪の生成原理は概ね共通している。水と圧縮空気を混合したものをノズルから噴射すると、水は激しい気流によって細かい雫になるとともに、圧縮空気の断熱膨張により冷却されて、過冷却水滴になる。水温や外気の湿気温度が高い場合、 水滴を十分に冷やすため圧縮空気の割合を増やさなければならない。その後、水滴は機械的衝撃や核化剤の作用で凍結を起こし、そのままの形で氷の粒になる。微細な表象から基層成長によって形成される自然切片が六花状、角板状、針状などの多様な形を持つのに対し、人工降雪機による切片は水滴と 同じく休憩に近い。このため、自然雪に比べて粒子表面積が小さく溶けにくい、雪質に粘りがなくサラサラしている、などの特徴がある。人工降雪の効率を向上するには、噴霧された水滴が地面に落ちるまでの短い時間に確実に凍結を起こさせなければならない。しかし、自発凍結温度にまで冷えない限り、純粋な水の中では、 氷の覚醒性は確率的にしか発生しない。そこで人工降雪に用いられる水には氷点直下の温度でも氷の覚醒性を誘発する物質が添加される。そのような物質は核化剤や氷核活性物質と呼ばれる。代表的な核化剤としては溶化銀や氷核活性タンパク質、無機鉱物などがある。これらの物質の分子構造は氷と 類似しているため、その表面に凝集した水分子のクラスターは、固体の氷と同じ配列を取りやすくなる。インプは知られている物質の中で特に高い、氷核活性を持つ。インプを有する氷核活性細菌の一種、シュードモナスシリンガイの乾燥菌体は、スノーマックスという名で商品化され、人工降雪用の核化剤として、広く用いられている。 噴霧される水滴の一個一個が一体以上の菌体を含むように添加濃度が決められる。これらの添加物による人工雪はスキーヤーにとって危険性はないとされているが、環境的な観点から溶化金属の使用は減少している。降雪機の作り雪方式には、ガンタイプ、ファンタイプの2種類がある。どちらにもそれぞれ利点があり、気象条件や地形に応じて、 適切なものが選定される。ガンタイプでは、スノーガンと呼ばれる小型のノズルから噴射を行う。この方式では、酸油機も噴射によって行うため、ファンタイプよりも高圧の圧縮空気が必要である。ガンタイプにはさらに水と圧縮空気の混合について、内部混合式と外部混合式がある。近年のスノーガンはスティック型と呼ばれる長い筒を備えた。 外部混合式のものが主流である。これに対し、ファンタイプの降雪機は大口径の強力な軸流ファンを用い、ノズルから噴射されたウォータージェットを広い範囲に飛散させる。この方式の降雪機は、スノーマシンとも呼ばれる。スノーマシンには、水と空気の混合流体を噴射するエア式と、水のみを噴射するエアレス式、及びそれらの併用型があるが、 高温多湿の日本ではエアレス式はあまり用いられない。スノーマシンの設置方式には定置式のほか給水ホースを引きずりながら移動できる自走式、原因式のものがある。スノーガンと異なり、スノーマシンではファンを動かすための電源が必要であるがコンプレッサーを内蔵しているため吸気配管を必要としない。近年のスノーマシンには 水のみを噴霧するノズルと水と空気の混合流体を噴霧するノズルを併用するものがある。水ノズルは水滴を生じるのみだが、混合流体ノズルは前述の通り断熱膨張によって微細な氷床を生じる。ファンが作る気流の中に水滴と氷床を作ると、気流中で水滴から蒸発が起こり、気化熱が奪われることで過冷客水滴となる。この時、氷床は水滴に対する。 他の結晶として働く。すなわち、氷床は理想的な核化剤であり、氷床に触れた水滴は氷点以下で即座に凍結することができるのである。この方法によれば湿気温度摂氏2度の高温まで作り雪が可能である。ただし、大気の温度が低い方が作り雪量と雪質は向上する。主にこれが理由で、スノーマシンの運転は夜間にのみ行われる。 増設量と雪質を最適化するには水と気流の混合比や圧力が重要である。近年のスノーマシンは完全にデジタル制御されており自動運転もしくは中央制御室からの遠隔操作を行うことができる。主要な操作パラメータとしては以下のものがある。開始、停止時間、雪質、運転を行う、湿気温度及び風速の最大値、水平。 延直角度、三行き範囲を定める首振り角。首振り角は風向に応じて変化させることができる。ストックホルム、フロッツブロースキー場で使用中のスノーランス。スキー場で使用されている人工降雪機の小型版で一般家庭レベルの空気、水供給量で十分な機種も存在する。給水には園芸用ホースの他高圧洗浄機を用いることが可能で、 校舎を用いれば、時間あたりの作り節量が増大する。配管用の継ぎ手と、特別なノズルから簡易的な降雪機を作る、DIY プランも存在する。家庭用降雪機の生産量は、空気と水の混合比、温度、風の変動、ポンプ性能、水や空気の供給量などの要因で決まる。単に家庭用のスプレーで水を噴霧しても雪は得られるが、水の凝固点よりも、 かなり低い温度でなければならない。ありがとうございます。